続いては玉川大福演じる地べたの二人おかず交換。局地は玉川峰子です。男性二人の昼食の様子を描いた演目です。現代の日常に焦点を当てた玉川大福の新作浪曲、弁当を食べる男たちのやりとりをお楽しみください。新作の浪曲でございます。タイトルにもございますが、ただただ男が2人地べたに座ってお弁当を食べている、それだけです。それ以上の物語は期待しないで聞いてください。地べたの2人おかず交換、どうぞよろしく。ここは神奈川県なら川崎か、いや千葉県だったら幕張か、港に近いアスファルト、雲一つない空の下、同じグレーの作業着で胸に日の出電気と刺繍がある、刺繍の色はオレンジ色、左の腕には名前の刺繍、一人は斉藤、一人は金井。斉藤の漢字は難しい方の、年の離れた、並んで地べたに腰を下ろし、お弁当とお茶を前に広げているところ、斎藤と腕に刺繍がしてあります50代とみられる年配の男、可愛らしい動物がたくさんプリントされたお弁当包みをほどき、中から取り出したのはおかずとご飯が上下に分かれている2段タイプの弁当箱。上の段はおかずのみ、下の段はご飯のみ。おかずとご飯が分かれてる、おかずとご飯が分かれてる、おかずとご飯が分かれてる、金井と刺繍がしてあります。30ぐらいと見られます部下の男、ビニール袋から取り出しましたのは白い発泡素材のお弁当、そうホットモット系の弁当だ。二人それぞれ箸を持ち、
ず弁当箱の蓋の裏についたご飯粒を一粒一粒食べ始める。一粒ずつ食べながらも隣の弁当が気になりがち。横目でチラチラ覗いてる。毎日お昼に感じる視線。あの今日はあの唐揚げです。そうかそう、久しぶりじゃない。まあ、そうですね、はい、上になんかかかってる。ああタルタルです。え、唐揚げにタルタル。はい、唐揚げにタルタルです。唐揚げにタルタル。え、唐揚げにタルタルです。え、唐揚げにタルタル。この組み合わせを初めて聞きました。50代斉藤の心に浮かんだのは唐揚げに。よかったらどうぞ。あ、いい。あ、どうぞ。ありがとう。5個も入ってんの。おすすめどれ。いや、どれも一緒です。いや、違うじゃん。端のやつと真ん中のやつとじゃ、タルタルのかかってる量が全然違うじゃん。初心者におすすめのやつ。じゃあ、この真ん中のやつどうぞ。タルタル、一番多いやつ。よし、いっちゃおう。金井君信じていっちゃおう。うん、当たって砕けろ。いや、別に砕けません。 ありがとう。よし、じゃあほら、金井君もなんか好きなの。いやいや、そんなつもりじゃないですから。いいです、いいです。いや、いいからいいから、おかず交換、おかず交換。ほら、何でもいいよ、何でもどうぞ。うん、何でもどうぞ。いや、ほんとそんなつもりじゃないですから。いや、いいからいいから、ほらほら。どうなの、ほら、金井君、最近魚足りてる？はい、金井君どう、最近魚足りてる？いや、魚が足りてる状態がどういう状態か分かんないんですけど。最後の魚いつ。いや、それもっと分かんないです。うちの鮭おいしいんだよ、どうぞ。え、鮭って、だって斉藤さん、このおかずの構成で言ったら鮭メインじゃないですか。いいんだよ、こっちだってメインもらったんだから。どうぞどうぞ。え、本当にいいんですか？どう、いいからいいからいいから。すいません、じゃあありがとうございます。え、こんな大きなのいいんですか？え、全部、あ、間違えました。いいです、半分でいいです。いや、あ、こっちもごめん、驚いた、間違えちゃった。全部いい、全部全部いい。いや、ほんと半分でいいです、半分でいいです。いや、こっちもちょっと驚いただけ。全部いい、全部全部いい。いや、間違えました、半分でいいです。こっちも間違えた、間違えたっていうか驚いたな、事実。うん、でもいい、いい。いや、ほんと半分でいいです。うん、そう、じゃあ半分ね。じゃあ鮭の身は半分と、よし、こうしよう。鮭の皮の方全部開ける。鮭の皮って食べるんですか？え、鮭の皮食べたことない。金井君、鮭は皮が一番おいしいんだよと言って、斉藤は鮭の身から皮だけきれいに剥がし、差し出された金井はつまんでご飯でワンクッション勢いよく口に入れて、もぐ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 。もぐ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 。すいません、ちょっとこれ苦手です。嘘、何がダメ、味がダメ、食感がダメ、何がダメ。いや、なんか、強いて言えば記憶的にダメっていう感じ。記憶的にダメって、それどういう状態？うち、ちっちゃい時に家で猫飼ってて、それに魚の骨とか皮全部あげてたんで、なんかそれ思い出したらちょっと気持ち悪くなっちゃって、だから記憶的に鮭の皮はダメです。あ、そ
そうか、それしょうがないな。うん、分かった分かった。うん、じゃあごめん、こっちいただきます。唐揚げにタルタル、うん、ありがとう。ちょうど時間となりました。また今度と願いましょう。